オスマン3世は、オスマン帝国の第25代皇帝。父は、第22代ムスタファ2世、母は、セルビア系、マフムト1世の弟。オスマンは1699年に、エディルネで、ムスタファ2世とセルビア人のシェブスバルスルタンとの間に、生まれた。1703年に、父が退位させられるとオスマンは、兄弟と共に、 イスタンブールのシムシルュリクに住むこととなった。1705年には、兄のマフムトと弟のハサンらと、密かに滑稽を受けた。この頃のオスマンはまだ比較的自由に過ごせており、1712年には、アフメト三世の旅行にオスマンはついていった。1730年にパトロナハリルの乱で、兄のマフムト一世が即位した後、弟のハサンは、アマスイアの知事に、 いとこのめふめとは、マニサの知事になったにもかかわらずこの頃のオスマンの動向は知られていない。そのためカフェスに遊兵されたと思われる。1754年に兄の死去により定位を継ぐ。オスマン三世は即位の6日後に母のシェフスバルスルタンをトップカップ宮殿に呼び戻し、その翌日には即位式をした。しかし、 在位期間がわずか3年のため目立った実績はない。治世中、大宰相が6回、イスラム長老が2回も交代しており、その理由は、賄賂、スルタンへの虚偽の報告、火事の責任、民衆からの苦情であった。また、オスマン三世の遊兵中に、彼の世話をした官官のアフメトアガが宮廷で権力を、振るった。3人の夫人の名前が伝わるが、女嫌いで子ができなかった。 女嫌いのあまり、その姿を見ないために、宮中で鉄製の靴を履いており、皇帝の歓喜に触れることを恐れた女たちはその、靴音を聞くや逃げ伏せたと言われている。また音楽嫌いで、彼の治世中は、宮中での音楽一切が禁止されていたという。オスマン三世は、アフメト三世の時代のチューリップ時代や、その光景で、兄のマフムト一世の時代に流行した派手な文化、もしくは、 都市文化に対して様々な対抗措置を取った、などであった。しかしこれらの好奇粛性は対して効果はなく、理由として18世紀初頭から続いた、経済成長と大量消費社会の定着などがあった。1755年、オスマン三世は大最小のヘキムオールアリパシャに、いとこのシェフザーデメフメトを殺害するように命じた。しかしアリパシャはこれを拒否したため実行されなかった。 結局、アリパ社は解任されたが、1756年に大採賞になったキョセバヒルムスタファパ社に命じて、メフメトを殺害した。地勢中に災害が頻発しており、1755年1月には、ボスフォーラス海峡が凍結して、人々は歩いて渡るほどであった。帝都イ,イスタンブールで大火が4回もあり、最初は1754年12月で、 マフムトパシャ地区で大化が18時間続いた。次の大化は1755年7月に港で起きて15時間続き、9月にも大化が40時間続いてイスタンブールのいくつもの地区が壊滅した。最後の大化は1756年7月に起き、2日に渡って続いた。結局イスタンブールの中心部は完全に破壊された。この頃から キリスト教徒やユダヤ教徒など異教徒に対する寛容さが失われていった時代であった。兄が着工したヌルオスマニエモスクは彼の知性に竣工した。1757年にオスマン三世は胃の痛みで金曜礼拝を急遽中止した2日後に放御した。遺体はヌルオスマニエモスクでなくトゥルハンバリでモスクに埋葬された。これは新たに即位した。 ムスタファ三世の栄慮とも言われる。ありがとうございます。